はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。10月の17日月曜日ですね。12時半を回りました。日経平均ね、マイナス342というところですね。5番始まってます。ドル円変わらず 148.60 というところですね。はい、その他ですね、そんなに動きはないですね。香港ちょっと下げ足を強めています。マイナス 208.88、16,378 というところで、これ下手したらそのうち16,000も割りますね。はい、その中国の話ですけども、今日ここへ来るときにですね、スマホで見つけた記事でございまして、プレジデントオンライン、今日の9時に出た記事ですね。バブル崩壊の実態が徐々に明らかに…習近平の異例の3期目で世界中のマネーが中国から逃げ出すわけということでして、ちょっと長い記事なんでですね、かいつまんでいきたいと思います。こんな始まり方。ここへ来て中国の債券を売却する海外投資家の増加に歯止めがかからない。国際金融協会 IIF によると、9月には中国の債券市場から14億ドル、約2000億円が流出した。それに加えて本土の株式市場からも資金が海外に流出している。今のところ中国から資金流出に歯止めがかかる兆しは見られない。そうですね、ちょっと飛ばしましょう。で、中国共産党がですね、どういうふうに発展してきたかというのをですね、書いてあるんですけども、1990年代から2000年代にかけて、中国は世界の工場としての地位を確立した。一時は中国がデフレを輸出 していると言われるほど中国企業の輸出競争力が高まったと、まあ、そういう時代を経てですね、リーマンショック後、中国経済の成長の原動力は輸出から投資にシフトした。これはですね、国内にですね、鉄道や道路やマンションをいっぱい作ることによって、経済を成長させるということなんですが、まあ、同時にバブルを、不動産バブルを生み出したわけですね。2022年2月以降、海外投資家は中国の債券を売却している。最大の原因は景気後退の懸念が高まり、デフォルトリスクが急速に上昇していることだと。中国の恒大なんていう不動産大手のですね、ドル建て債はデフォルトしました。困りますよね、デフォルトすると。で、海外の投資家どん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 ですね、中国の債券を売っているということですね。で、もう不動産不況はほぼあれですね、大きな広がりを 見せていてですね、収束の兆しが 見られないということでして、ユニバーサルスタジオもですね、客入りが悪いというふうなことが書いてありますね。で、この改革開放が始まった1978年以来ですね、中国は景気後退を恐れてですね、景気後退しそうになると景気対策をしてきたわけですね。私従来言うてます通りですね、私がどうでしょうね、2008年頃からカウントしてるんですけども、景気後退になりそうになるとテコ入れをするんです。で、まあ言うてみりゃですね、バブらせるわけですよ。で、そういうことをですね、6回までカウントしたのがですね、2016、7年の頃やったと思います。うわ、バブル崩壊させへんのかと思いましたけど、その後はもうバカらしいんでカウントしませんけども、ここに来てとうとうですね、不動産バブルは崩壊していますね。まあ、あんなもん半永久的にできるわけないんでしょうね。2015年には産業強化策である中国製造2025が打ち出されたと、いうことですね。また国連は中国の人口が減少に転じたと推計している。もうですね、人口ボーナスはなくなって人口オーナス、
足を踏み入れつつあるっていうふうに書かれてますね。その通り。経済の実力である潜在成長率は労働の投入量と資本の投入量及びそれ以外の要素ですね、全要素生産性イノベーションに相当に規定される。中国では労働力が減少している、資本も過剰だ、需要を上回る鉄道建設とゼロコロナ政策による利用者減によって1、6月期の中国国家鉄路集団の最終損益は赤字だった。こんなね、1日にね、2往復か3往復しかしないところに新幹線作ってるんですよ。そりゃ赤字でしょ。だから巨額の投資は回収できないんですよ。そのツケはいつか誰かにが払わなあかんわけですね。で、あんまりにそのですね、国家資本を投下してこのバブルを収めようとすると貧富の格差が固定されてしまうということですね。そのため共産党政権は不動産デベロッパーなどに資産売却による経営の立て直しを命じつつ、インフラ投資などで雇用所得環境を下支えせざるを得なくなっているように見える。公的資金を入れずにね、お前らで何とかせえって言うてるんですよ、今の中国政府って。何とかできるわけないんですよ、お金がないから。だから不動産市況はちっともですね、良さ上げに回復するというようなところは見えないですね。中国経済の成長率低下はより鮮明となる可能性が高い。債務問題も一段と深刻さを増すと予想される。これは不良債権問題です、簡単に言えば。それが現実のものとなれば、中国の債権や株式を売却する海外の投資家はこれまで以上に増えるだろう。米国で金融引き締めが強化されることも中国からの資金流出を勢いづかせる。最後ですね。過去の共産党政権の取り組みをもとに考えると、資金流出を抑えるために本土株式の売買制限や債券取引に関する規制が強化されるリスクもある。中国からの資本逃避の動きは一段と強まる恐れが高まっている。それは世界経済にとって大きなマイナスだということで、この真鍋先生の、あれですね、原稿終わってます。記事終わっても一応1ページ目貼っときますね。簡単に言えば中国経済が危うくなってですね、これまで集まっていた世界中のですね、資本が逃げ出しているという状況なんですね。で、これを止めるためのですね、ものすごい上手い手はないということですね。止めたいんだけどもですね、止めるためには巨額なマネーが必要なんですけど、そのマネーが今のところ中国にはないわけですね。でしかも習近平3期目になりましてですね、より社会主義色を鮮明にしているわけであって活発な民間経済の発展というものはもう止まっています。で、人口も減り始めてですね、消費も増えない、悪循環が強まってきてですね、中国経済の成長は止まるやろうと、それは世界経済にとって非常に悪い影響を与えるのではないかというのが真壁先生の説だと解釈をいたしました。全く私も似たような同じような考えを持ってます。はっきり言って今年の中国はマイナス成長なんですね。もちろん統計数字、発表される統計数字にはそれは出てこないと思います。来年の1月に発表されますけども 3% ぐらいの成長になってると思いますけど、実態はマイナス 3% から 4% ぐらいちゃうかなと思います。でこれをね、切り返すということは非常にできにくいですね。アメリカがですね、中国を抑え込もうとしています。でそこで中国をもがいてるんですけども、国内のですね、不動産バブルの崩壊による経済の混乱をですね、収拾できないでいます。ですんで今後ですね、中国経済っていうのは世界経済の波乱要素ですね、どちらかというと足を引っ張るのではないかなと思いますね。インフラによってね、高い GDP の成長を保ってきたんですけども、このインフラがですね、
ものすごい効率の悪い投資だったということがですね判明しつつあります。なぜ中国のねマンションってね10年だったら日本の築30年と一緒っていうんだ、あかんやんそんなんってことでしょ。そうしたら2、30年で立ち直さなあかんわけですよ何をやってるんやと思いますよねほんまに、まあそういったところも含めてですね今後中国経済っていうのはですね非常に厳しい側面に立っていると思いますね。一応その若部先生の1ページ目を貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。